北朝鮮の朝鮮人民軍創建日70周年を記念する越平式が8日、実施されたことが分かった。韓国政府消息筋によると、北朝鮮はこの日予定通り、平壌のキムイルソン広場で午前10時30分ごろ、軍事パレードを実施したことが分かった。北朝鮮の官営メディアが現在まで、この事実を公開しておらず、 その意図に関心が集まっている。先だって北朝鮮が国際社会の視線とピョンチャンを意識し、軍事パレードを計画通りに実施し、体内用で静かに実施するという観測が出ていた。北朝鮮は通常、大規模な軍事パレードや行事があるたびに外国メディアを招待した。 昨年はキム・イルソンの生誕105周年を迎えて大規模な軍事パレードを実施、40のメディア130人の記者を招待して軍事パレードはも正中継で実施した。しかし、今回の軍事パレードには外国メディアを招待しなかった。ピョンチャン冬季オリンピックに交換級代表団をはじめ、選手団、 応援団など多数を派遣したためだとの解釈が出ている。北朝鮮がこの日の軍事パレードでどの武器を披露したのかなどは、把握されていない。政府消息筋は、例年の水準で多くの核ミサイルと移動式発射車両が登場したと聞いているとし、詳細は追加的な分析が必要と述べた。